それでは皆様お待たせしました。この後田村久雄さんのソロライブとなっております。皆様どうぞよかったら前の方空いてるので、ね、一歩二歩進んでいただいて、どうぞ楽しんでいきましょう。ウルボチャンネル、なんか長場残っていただきましてありがとうございます。最後までどうぞ楽しんでいてください。どうぞよろしくお願いいたします。初めてなんじゃないかなと思いますので、これをね、ただで見ている皆様、はい、焼き付けてください。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
久しぶりに演奏するんだけど、かなり久しぶりにやります。これは実を言いますと、まあ結構リクエストが多くてですね、まあちょっとなかなかバンドで答えられなかったんで、自分のこういったソロの活動、まあ私の弾き語りで、実現できたらいいなと思って練習してきました。
はい、マジで練習してきたんで、ちょっとぐらいの汚れ物は、ちょっと吐き捨ててください。それでは聴いてください。ウルマサンドジャンクションで Silver Memories です。If you call me, I would not mind losing to the sound from my ears. If you'd wake from sleep, I would not mind losing to the light from my eyes. This delayed you, feel the virtue.Filled a coffin with my tears. Disbelief can they feel the true. I wanna sing to you, my dear. Find out who you are. Pour into your inside.
ありがとうございました。頭でございました。今日も一日本当に長丁場でしたけれども、あとは皆さん、お買い物だったり、我々と お話をする時間でございますので、最後までゆっくりお楽しみいただければと思います。今日も一日ありがとうございました。ありがとうございます。アンコールいただきまして、何の曲ができるかマジでわからないんだけど、何ができると思う？なんか詩人みたいですね。あ、分かった、ちょっと待って、今思いついた。俺一回さっきベースのルーパーでやらせていただいたんですけど、一回そのライブでですね、数字を言ってもらって、その数字でなんか曲を作ってみるっていうのを一回やったことがあるんですよ。それ今やってみていいですか？あ、やってみよう。どうしようか、こういう感じでいこう。じゃこれで、数字を0から10までもらいますので、僕はその言われた数字のこのフレットね、フレット弦は俺が選びます。フレットを使ってなんか曲作りますんで、4名様にご協力をいただきたいと思います。ちょっとホールを明るくしていただいてもよろしいでしょうか？あ、いいですね、ありがとうございます。じゃあ中野区からご来場の数字をじゃあ1個だけ0から10いただいていいですか？6か、嫌だな。6いただきました、ありがとうございます。6が来ましたね。まあ6使って、どこでも僕使わせていただきますんで、じゃあね、じゃあミサチに行こうかな。ミサチになんか数字じゃあもらっていいですか？9、6と9、ああちょっといい、親和性が出てきた、ありがとうございます。6と9、このビート作り直していいですか？もう一回やるね。6と9いただきましたんで、じゃあちょっとまだ分かんない。じゃあ今日ちょっとギターをね、ギターじゃねえ、最高のドラムを叩いていただいたゆうた、ちょっとじゃあ何かもらっていいですか？数字0か、6と9と0が来ましたね。わかりました、ありがとうございます。じゃあもう一つ、じゃあね、じゃあ、あ、じゃあど真ん中の、はい、はい、じゃあその今僕にスマホを向けている、はい、1で、わかりました、ありがとうございます。やっべえな、1069ね、わかりました。ちょっと今考える時間をください。
ありがとうございました。皆さんもう一度ご拍手お願いします。カンヌラスタンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。え、いや、まだ大丈夫だ。かわいい、楽しそう。かわいい。とりあえず俺が俺とちょっといいです。じゃあ待ってね、めぐちゃんがね、めぐちゃん、めぐちゃんの最後、めぐちゃんの最後。そうです。多分 5、6回分ぐらいはあるので、それで試してみて。わかりました。いい、ありがとうございます。普段本気してやってる。あ、もうやってます。お腹が赤い。ぜひ、ぜひ楽に遊んでみて。はい。辛いですか？あ、わかりました。わかりました、わかりました。唐辛子じゃなくて、唐辛子って多分香りが好きでしたが、パプリカ、同じ香りの種類、パプリカと唐辛子で一緒なんですよ。パプリカって何ていうか、ピーマンみたいな。あ、そうなんですよ。香りが唐辛子と一緒なんですよ。だから、辛くしたくなくても、あの唐辛子とごくさまにしたいと思ったらパプリカ。体もね、でもあんまりちょっと出すぎると分かってくれないです。分かりました。これ1回の食べるこれでも8回分ぐらいはある。今に混ぜるだけで、自分で作った新カレー混ぜるだけで、はい、結構ある。ありがとうございます。また、そのタイミングです。野菜炒めた後に入れて、完成した後。あ、そうなん。完成した。そうなん。え、それも全部スパイスに。全やらしいですよ。何個でも、3つでも4つでも。そうなの、いい調理だな。めちゃくちゃ手際が良くなった、ね、レベルが上がってる。最初の最初のカウンセリングからのね、暗証番号が早い。え、ちょっとお願いします。はい、何も何も美味しいやん。こんな感じです。まあ、分かるって言ってたもん。なんかちょっと入ってます。結構違います。ちょっと粉でこの粉でやばいですか。怪しい粉を調合していってますよ。白くないけどちょっとシビカラとか。シビカラ、怪しい粉をね、職質みんな受けてもらって。シビレル、夏目入り、夏目入り、この下ね、ライブハウスでちょっと顔の濃いお兄さんが、やばいやばい。で、全然こっちになんか緑っぽい、あと少ない。時折来るこのサイン。もう酔っ払ってるじゃん。そ
晴らしい。でも最終日すごい天気が絶対ダメじゃん。すごい濃い。あーいいですよ。なんかじゃあこれ難しいんだってば、ね、これめっちゃ難しい。いやここでトントンしたらダメなの。てかこれ、うん、これ使ったら、まあ、この中でやったらあ、やりなよ。あ、でもステッシュがある。大丈夫ですか。ありがとうございます。はい、いい感じになった。あ、でしょう。なんか清涼ではなくて漢方薬の感じいいところですよ、全然辛そば、辛そば、そう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 結構、さらにありがとうございました。ぜひ、ちょっと試してみて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか、いい感じのものってないよ。酒に入ってる、入っちゃった。いいんじゃない、スパイスビールあるじゃん。5000円。マイクで、ありがとうございます。2本入ってます。一緒の中身見える。どっちだ、全部自慢させてくれるの。どっち中見ようか。これは1000円。もう全然いい。何を言ってるの。なんかね、付属品とかあまり取ったことがなくて、ただね、ケースがね、いつもどっか行っちゃった。ウレタン製の全然使えるよ。こっちはベリングはでもどうやってその安い製品を出すかっていうのをマイクなんだけど、割とこれを模して作ったやつで、これは割とこのグリーンを外して、あの普通に160で使ってたりはした。どっちがそう、こっちがいい。これはマジで俺が何でみたいな。今マイク変えたんですよ、最近。でもよくベコベコで言ったんだけど、これまで最近変えたかったな。一見を倒した。一見を倒して、これを取れなかった。綺麗な。マジっすか。です。ありがとうございます。これは何で持ってくるの。いくらだったっけ。どこに行くの。すごい行ける。もちろんですよ、いいですよ、はい、大丈夫です。抱きましたどこにかけますか。結構長く使ったよ、でもこれ。そうなんだ、すごい、うん、ちゃんと日付書いて、日付もらった。あ、今日日付、うん、今日の日付、壊れた日付じゃないです。イエーイ、ティッピー。かすんでチャンネル。かすんでチャンネル。でギター弾きました。はい、お願いします。カタカナでギター弾きました、はい、メタルバーに行って自慢します。あ、もう行きましょう、はい、出がすぎる。いや、いいんじゃん、入る、はい、サイン、ありがとうございます。もうこのまんま彼に、このまんまここに、あ、ここにサインを書いてほしいです。あの、俺さ、なんか見えやすいのがいいんですけど、服用の背中でいいですか。はい、背中で。でかめ。まーす。おい、ね。やべ。手交代しても、やばいやばい。怖いね。ここ苦手なんですね。うん、OK、いいよ。いや、あの、引っ張ってる方が確実に綺麗に描ける。ガチに描きます。あ、でも今日じゃなくていいよ。じゃあ真ん中とかに日付書いておきます。入れちゃおう、ありがとうございます。4月10日うわ、超嬉しい。いや、買おうか悩ましいね。やばい、これはやばい、ありがとうございます。これ同じ店でありがとうございます。イエーイ、うるまつりです。今日どうでしたか。めっちゃ最高でした。イエーイ。ね、どれくらい怪しそうなストラップが。どうもありがとうございました。ありがとうございました。結構邪魔だよ。いや、楽しませていただきました。本当ですか、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。これは違うアングルからだ。
か。それいくらだと思います？それで私いくつに見えますみたいな。それ逆にいくらだと思います？いくらだと思います？メーカーの歴史はあります。歴史はありますよね。20年前これしか買ったことなかったんだよ。最近買い替えて、私もそうだ。あーごめん、全然大丈夫でしょ。あとは旬と保つ吉高か。旬は商談中だ。横に今年からベース始めたんですけど、まだ全然もう本当にただただ指引きの練習がっていうレベルなんですが、買っちゃったから。先生、教えてくださいっていう。ありがとうございます。はい。はい。ピースピース。イエーイ、イエーイ、ギャル。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。どうでした？久しぶりのバベルは。いや、まあ、もう、シュンも言ってたけど、今、こんなステージ良かったっけ？いや、良かったっすよ。良かったっすね。まあ、いいっすよ、やっぱり。めちゃくちゃ良かったっす。ホームって言えるかは分かんないけど、まあ、でもかなり出てきたら、ここで。また、ちょっと引き続き、ここからね、なんだっけ、質問コーナー。質問コーナー。必要とは何があったか、何ですか。とあと僕らと演奏するコーナーがあるんで。やりやすいよ。僕たちのバベル。また言うな。俺たちのバベル。うわ。絶対助けるな。またぜひやってくださいね。いや、うん、うちは好きだな。一番。みんな大好き。俺たちのバベルはまたやりたい。ぜひぜひ。じゃあどうすか。もうそろそろね、天も竹縄じゃないですけど、もうやり尽くしたんじゃないですか、ね、なんだかんだで結構、ね、時間過ぎますね。なんかね、そうね。どうすか。いやそれめっちゃいいっすよ。めっちゃいいよね。いやめっちゃかっこいい。マジで。すげえかっこいい。やっぱ6点アップなんだな。6点アップですね。